はい、どうも、ネクロフです。さあ、今回は、ダルキル編ですね。戦士たちのバラットのダルキル編。あ、なんか熱なったわ。さあ、やっていきましょう。これはもう、なんだ?これはもう余裕でしょう。どれやろ?ここかな?右、左の左。何言ってるかわからんと思うけど、右、左の左。ここやな。さあ、こっちは、下に温泉があるのが特徴か。待って、これ試練の他のところじゃん。待ってな、どこやったっけな。なんか試練の他のところあったよね。この辺。この辺と、多分これはこの辺でしょう。あともう一つ。カニの、右のチョボチンの横。カニの右のチョボチンのチョコ、この辺、チョコこの辺。さあ、じゃあ近くのところから行ってみましょう。あっぱ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 いー、いけあすごい、リンクくん。なんだ、ここでダルキル様がってどういうことや。これはえ、いいの行っちゃっていいの。ええ、これあかん系。なんか、リンク君の足がすごかったけど。あ?なんかあかん系かな?マッスル。マグマの上に立つ?ああ。ちょっと作戦会議。わかった、なんか後ろでなんか、激しい人がいますけど、これじゃん。絶対これやろ。ほら!なんか立てそうじゃない?こうちゃん。待って、なんか火ついてるし。多分これで合ってるわ。ダメージは食らうけど別に死にはせんから。こうでしょ?んで、こう言って、うわ、なんでジャンプしたよ。3回言ってもうたわ。こっからこう行きます。ファッ!オッケー、登って、んで、マグネキャ、ファッ!なるほど。そういうことね。わかった。じゃあ、この岩を持っていくんか。この岩だって動くもんね、これ。こうして。絶対そうやん。で、こっからこうして、そこに置く、こうするでしょ?で、こう、待って、なんでやねん。あとちょっとか。あとちょっと手前やったな。でも、死んでもミハーちゃんの祈りがあるから大丈夫でしょう。ガクガク震えてたよ!オッケー!思ったけどさ、これさ、試練の祠これ感知すんのもう最高じゃね?これもう。リノ・ヒーミーカの祠。炎を遮るもの。これ炎を遮るものって言っても、しゃがんだりきるくね?はっ!え、これどうする?炎を遮るものって言っても、え?遮るものがないんですけど。え?縦か。え、縦でいける?無理やないっけい。え、マジわからん。え、どういうこと?は?え?マジわからんねんけど。多分これ、マグネキャッチとかでさ、なんか持ってくるんやろうけど、あんな遠すぎて反応できへんし。そもそもないし、そんなもん。え?え、めっちゃむずくね?なんもないよね。で、あれをビタロックで止めるってわけでもないからね、これを。は?は?は?なんかさっき無理やったやんね。
なんやなんやなんや。あれ、さっき無理やった気がすんねんけどな。はい。ね？あ、なんか、あ、下に落ちたんか。んで、これは、これやな。もうちょっと手前。もうちょっと手前。あ、落ちた。で、これは、これはあれか。こいつと一緒に行くって感じ？こうやね、こう。オッケー。で、こいつはもういらんかな。いや、いるかな？いや、でも、2個もいらんか。てか、マグネキャッチなんか2個持っていかれんからな。オッケー、じゃあ、これこうし、待ってな。これは多分こうやってやるんやろうけど、こういうことか！オッケー。で、あっちに宝箱あるから、これを足場にして、いい感じちゃう？オッケー。で、宝箱と。さあ、中身何かな？ああ、なかなかいい武器ですよ。じゃあ、これを、このまま、これ持っていく？でも階段登ったりするから持っていかんでもいい気がするけど、なんか炎が出てる気がするから、持っていけないんかいー。で？あ、これジャイロ操作のやつか。なんでこれ？あ、そういうことね。あ、そういうことね。これでうまいことしろってことか。これいいんじゃね？おっと、いけた。ルーダニアの証、一つ目。なんかもう普通に輪っかがあるわ。今回簡単そうやね。これでくぐって、そっちか。上行くんかよ、リーバルトリネード使えばよかった。それさっき上。いける。いけ。いや、全然余裕やん。からの、そこは余裕。で、向こうでしょ？下降りるんかいー。で、多分、リーバルトリネード使った方がいいと思う。あれ、どこ行った？そっちかいー。待って。オッケー。で、下っていくんか。待って、行きすぎ。オッケー。あー、めっちゃ下っていくね。はい。はい。ここ懐かしいな、ユンボーと一緒に来た場所やな。あれ？どこ行った？は、どこ行った？消えた。この下？あった。ちょっと気づくのが遅かったかな？危ねえ。めっちゃ危なかったな、今の。はあ。これで最後か。よかった。視覚の見極め。かっこいいこと言ってんな、お前。ん？これ、くっついていくってこと、これ。はあ。あ、なるほどね。こうしろってことか。お前、リンクはいつからこんな中スパイダーマンみたいなことになったんや？これは上に折るだけでいいかな。オッケー、上に折るだけでいけるね、これは。じゃあ第2ラウンドか。はい、行きます。待て、あれに捕まり、ダイ！オッケー。これはこうしまして、ガーディアン。ガーディアン。倒しとく？一応倒しとくっていうのも手やな。さいなら。いや、いっぱい出てきた。全然ダメ、時間やないっけい。一応倒。やばい！危ねえ。あ、第2ラウンド突破？第3ラウンド行くか。なんか水流れてるけど、アイスメーカー使えってことか？そういうことで、宝箱落ちたけど。な？うん、なんかもう、なんか、宝箱連続で落ちてきてんねんけど。これなんか心霊でありそうやな。待って、これ。無理くね？この宝箱。待って、宝箱に目がくらむな！オッケー。待て、これどうする？どうするって言ってもうた。とりあえず飛び乗っていいかな。待って。はっ、お前、ポーチいっぱいでとか言うなよ。オッケー。どうする？ファー、あ、でもこれ上登ったら行くね。あー、なんか降ってきた。
これやばくね？あー、登れた。はい。で、こっちか。オッケー。これなんか地味。すんげえ地味。で、あっち登れるけど、どうする？こっちは？こっちは特に何もないね。じゃあこっちにアイスメーカーで登っていく感じね。簡単！ルーダニアの証、二つ目。さあ、この辺なんですけど。は？なんかでかくね？でかすぎー！もう、なんか上昇切る。メガマグロック。ちょ、せこい技使っていい？勝った！こいつ勝った！硬すぎやろ、こいつ。爆弾や。あ、そっか、爆弾使ったかんのか。ここで処方的なミスをしていく。コールニャとか、あ、こいつコールニャ浴びせて、オッケー。んで、蛮族装備にする。いや、この後あれやもんな、どうせ、あの戦いが始まるから、これ先に力役、なんでって！オッケー。はい。ほい、ほい、ほい。はい。はい、へい、へい。いや、勝てるくね、これ。いけ、押し切れ、押し切れ、押し切れ！え？は？オッケー、終わった。わ、すげえな、これ。でかすぎやろ。カミーラ・オーム・ナナホコラ。名前が。軌道予測。かっこいい！これは入れて、今だ！オッケー。これやったらめっちゃ簡単やん。え、なんか動いてる。は？ちょっと気持ち早め。完璧。え？は？今！完璧！楽勝！あれ？でもその奥はまだ扉閉まってますね。この奥行ってみるとどうなってる？ん？あ、なんか下に行く道があるけど。なんか閉まってるし。は？ちょほほほ！前見てなかったー。これさ、あそこに入れるんちゃうかな？わからんけど。全然分かってないけど。あそこに入れるっぽいね。うん。なんか壊した。なんかを壊したっぽいな。宝箱。なんだこれ。いや、宝箱はいいんですけど。ダイヤモンド。こっちにもなんかあったわ。なるほどね。これなんだよ、もうジャイロばっかいらんって。ジャイロ楽しくないんよ。あ、なるほど、そういうことか。これで、台っていうかあれを作るってことか。待って、もうごちゃごちゃになりすぎ。どうしたらいいんや？これは、この辺でいいんちゃうかな。この辺。この辺よくね？で、やることは同じでしょう。はい。おい。おいて、どこら辺かな？ちょっと気持ち早めにやらなあかんからね。今ぐらい？惜しいね。天才。そっちに出たんはあれな、いいんですけど、邪魔やね、あれが。あれが邪魔。こいつが。だから、え、むずくね？なんかすげえいい感じだ。ちょ、待って、B ボタンどこ？待って、B ボタンどこって。ちょ、待って、変な、コントローラー変な持ち方してるから B ボタンがどこにあるのかわからない症候群にかかってる。オッケー。これでいけるんとちゃうかな？よし、やってみよう。入れて。ちょっと気持ち早め。え？なんか今、弾がピクピクしてたけど？ちょ、そういうさ、不発みたいなやめてくれ。ちょっと気持ち早め。今！はい、天才。
ルーダニアの、ルーダニアの証三つ目。さあ、ルーダニア戦茶は。ああ、巨岩砕き持ってんのか。氷には5本か。ファイヤー！待って。これは、段差見にく。待ってな。おーおー、あ、これ。これ、いけるやん、これ。待って、待って、ミスった。危ねえ。これいけるやん。ほら。待って、ひるむんか、それで。じゃあ、これは、はい。え、ダメージ、えぐい。あ、おばさんだーゲーやったわ。はい、来い。ファイア弱くね。こいつは確かなんか爆弾やったやんね。爆弾で、ファイアんで、これで巨岩砕きで、終わりだー。え、耐えた、耐えた。ふざけんな。お前、ふざけんなって。じゃ、しかも、出てくるの遠いし。さよなら。さあ、これで、ダルケルの、ムービーですね。まあ、前回の通り、今、著作権の感じで言われるんで、まあ、自分で勝って、自分でムービーは見てくれ。その名はダルケル。ゴロンの猛者。山を訪れし姫と、歩み語らん。おー、なるほど。はははダルケル強えボコブリンかわいい。さすがとしか言いようがねえよ、相棒。これでダルケルの守りをより使いこなせるな。ガノンの野郎に会ったらこう伝えてくれ。あばよガノン、永遠にってな。かっこいいねダルケル。英傑ダルキルの守りプラス。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。今回はダルキル編でしたね。録画時間相変わらず50分超えますわ。さて、なんか左下エラーって出るけど。あ、温度か。温度がエラーしてんのか。うわぁ、ごつなってきたな。あとはおばさんだだけや。じゃあ、待って、じゃあ、どこやったっけ？メインチャレンジか。さあ、残るは、ここですね。さあ、ここが最後の、なんだっけ？ウルバザか。ウルバザのイベントですね。これで、ウルバザの怒り、違う、ウルバザのイベント終わったら、もう、4つの、なんていうの？英傑の歌が終わるんで、それ終わったら、なんか、ツイッターで聞いた情報によると、改正の祠がなんか、覚醒しだすらしいわ。めっちゃ楽しみ。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。じゃあ次回、ウルバザ編か。ウルバザ編やっていきたいと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。